今日はなかなか、まあ、高校球児、まあ、中学校、中学生、まあ、高校生含めなかなかこう体が大きくならないという悩みを持っている選手が多いと思うんですけども、そんな中体重を増やすスペシャリストにお越しいただいてますので、その人にどう体重を増やしていいかコツをお聞きしたいと思います。斉藤選手、はい、体重は何キロですか？120キロを超えた時点で体重計乗るのやめました。120キロ、はい、なるほど、120キロですか。そうですね、確かにもっとありそうですけども、普段どういったものを食べてるんですか？朝ごはんとかは？朝ごはんは出前です。出前、例えばどういった朝から出前、例えば今日の朝とかは何を召し上がったんですか？今日の朝は丼です。丼、はい、何丼ですか？つくね丼。つくね丼。やっぱりそこはタンパク質を多く取りたいっていうのもあるんですか、つくねっていうのは？まあそうですね。お昼ご飯は何を食べたんですか？昼はマクドナルドと、ああ、カレーラーメン。なるほど、結構行ってますね、はい、いつもそんな感じですか？まあそうですね。ああ、だからそので晩ご飯は？晩ご飯はまあ唐揚げと焼き鳥と、はい、もつ煮と、あとお酒いっぱい。ああ、まああれですね、とりあえず朝昼晩、はい、アイスは食ってますね。アイス何アイス食べるんですか？まあ、まんべんなくガリガリ君行けば、はい、次は真ん中行って、次はカップのアイス。毎食言い方できない。まんべんなくの意味がちょっと分からないですけどそれがじゃあ太る秘訣ということでしょうか？まあそうですね、とりあえず食えばいいんですよ。食って動かない。食って食べて動かない。寝る、すぐ寝るんですよ。ああ。本当にその欲望のままに生きれば太れますよ。ああ。節制なんかしない方がいいですよ。なるほど。いつから太ってるんですか？昔からです。昔から。